セントポルタ中央町大分駅、川入口セントポルタ中央町ドームセントポルタ。中央町は大分県大分市中心部の中央町にあるアーケード商店街である。4本の通りからなる商店街である。最も中心となる通りは大分市中心街の目抜き通りである。 中央通りの西側に並行して南北に伸び、JR 九州大分駅前の国道10号交差点から、大分市役所や大分県庁前を通る国道197号へと続く。国道197号を渡った先は、大分市切手の観楽街の都庁となる。商店街には、この通りに交差する東西方向の3本の通りも含まれる。このうち、時はと、 若草公園を結ぶ通りは以前からセントポルタ中央町を構成していた通りでメインの通りとの交差部には開閉式ドームが設けられている。その南北に位置する残る2本の京町通り及び笠和通りは1998年4月に新たにセントポルタ中央町に加わったものである。なお、その後、笠和通りは大分市若草通り商店街となっている。 セントポルタ中央町のメインの通りはその北端でガレリア竹町と交差しており、セントポルタ中央町及びガレリア竹町を経由することで、大分駅からほとんど濡れることなく、オアシス広場21まで行くことができる。また、オアシス広場21と2015年4月に開館予定の大分県立美術館とは、屋根付き歩道橋で連絡される予定であり、さらに2015年度には、 セントポルタ中央町のアーケードを国道10号を越えて大分駅側に延伸して末広町一丁目側のアーケードとつなげる計画がある。この計画が実現すると大分駅から大分県立美術館までが屋根付き通路で結ばれ雨に濡れることなく通行できるようになる。セントポルタ中央町では1996年3月28日に大規模なリニューアルが完成し、 その際に名称を中央町商店街からセントポルタ中央町に改めた。このリニューアルではアーケードを掛け替えて交差部に開閉式ドームを設けるとともに通りは天然石タイルによるカラー補装とされベンチや樹木が設けられた。またインテリジェントアーケードと名打ち180インチ16面マルチビジョンを設置するとともに当時はまだ一般家庭への普及が進んでいなかった。 インターネット端末を通りの各所に配置した。セントポルタ中央町のセントポルタは、ポルトガル語で、中央を意味するセントロと、港、門を意味するポルトからの造語で、大分市の中心にあり、その入り口となる場所をイメージして付けられた。2014年11月からは、リニューアル以来の大規模な改修が行われている。アーケードの屋根の張り替えが行われるほか、 故障が多く2008年以来利用されていなかったマルチビジョンが撤去されている。ありがとうございます。